新規700年、今回は、2つの内容について話していくぜ。1つは諸侯の国となった秦が獣と戦い、国家の基礎固めを行ったこと。もう1つは同時期の東州周辺で起きた戦い、儒勝の戦いによって州の没落が決定づけられたことと、覇者の先駆け、春秋の英雄第一号が世に現れたこと。紀元前750年頃から紀元前680年頃までの話だぜ。来たる覇者の時代に向けて秦や天下の情勢はどのように動いていたのか、といったことをゆっくり語っていくぜ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、鳥人間の提供でお送りします。春秋時代が始まったぜ。この地図は厳密には春秋時代初め頃のものではないが、基本的に天下全体を見るときはこの地図を使っていくぜ。さて、まずは春秋時代初めの秦。この時代の秦は実際にはここまで拡大できてはいない。今回は秦の拡大の過程について語っていくぜ。地図ズーム。諸侯となった上皇は都を県に置いたぜ。県の隣の四は遷都の順番。県は秦の四つ目の本拠地だぜ。秦は前回、めでたく諸侯となったが、当時の秦を取り巻く状況はこうだ。あかん、どこもかしこも獣だらけやんけ。犬獣や聖獣など、この辺りには異民族がうじゃうじゃいたぜ。全部まとめて獣とする、これらと戦うことが、秦の春秋初期に置かれた状況だったぜ。さて、上皇が祁山の近くで世を去ると、文皇が代わって秦の君主となったぜ。文皇は獣を撃っていった、宝や大徳という部族らしいが、詳しいことはわからない、とにかく異民族を撃ち、その民を自国に組み込んで、領土と人民を確保していったぜ。文皇の時に秦は初めて士官を置いて記録を取らせるようになったり、法律を制定したりした。文皇は獣を撃ちつつ国としての秩序を整えていった。そして文皇は都を権威の会に移動させたぜ。権威の会とは権水と威水の合流地点だぜ。この都市は軍事上の砦でもあり、48年間この地が都とされた。秦はまた東方に進出したのだ。文皇は長生きしたようで、治世のうちに太子が亡くなった。なので、太子の子つまり文皇の孫を新たに太子に立てた。それが寧光だぜ。寧光の頃も獣との戦いは続く。秦は白王や東社といった勢力を破ったぜ。そしてまた東方への戦闘を行うぜ。それがここ、平陽だぜ。ついに祁山の近くまで来た。ここはかつての青州の勢力圏だ。州の土地をついに獲得したぜ。秦の進捗は順調ね。この勢いで一気に強国になるのだわ。だがここで秦の向かう先に暗雲立ち込める。というのも寧光が亡くなったのは22歳の時だったからだ。彼が秦の君主になったのは、実は11歳の時だったぜ。若、というより幼。寧光の治世は不月や衣類といった重臣が政務を行っていたのだろう。そして寧光が亡くなると、不月と衣類はもともとの大使であった後の武功を廃し、寧光の末の子、出子5歳、を立てて秦の君主とした。名前といい在位といい、嫌な予感しかしないわ。その予感通り、出子は11歳の時、不月や衣類によって殺された。5歳の子を君主にしといて11歳の時に殺すとか、何がしたかったのか、全くわからないわ。私にもわからん。傀儡にするにも幼すぎたのか。子供を使い捨てるなんて、吐き気を催す邪悪としか言いようがないぜ。出子の次に擁立された君主は一度廃された寧光の長男、武功だぜ。武功もまずは獣の討伐を行う。その後、即位して2年、不月、衣類らを出子を殺害した罪で誅殺し、その一族をも滅ぼしたぜ。出子の仇を取ったわけね。そうなるな。武功はその名の通り武に優れ、出子の仇を取った後も、銃を撃ったぜ、また撃った後に剣を置いたとの記述もある。武力の行使と行政区域の設置がセットになっていたことがわかるぜ。この時期の都、平陽は遺跡の発掘調査が行われており、青銅器製の霊器が隠された穴蔵が見つかったのだぜ。
武功の時代に祭祀で使われた楽器も出土している。これがそれだ。これは変鐘という鐘を複数並べて吊るした楽器だ。威厳や活力のある造形は当時の秦に成熟した鋳造技術があったことを証明しているぜ。その上、刻まれた銘文の書体は整っていて美しい。すでに昇天という秦朝が天下統一した時に定めた事態の体系が出来上がっているのだぜ。東方の先進文化の需要とともに、秦独自の文化が育っていることがわかるぜ。さて、武功は秦の領土の拡大に大いに貢献したが、一つだけ、とんでもない失敗をやらかしている。それは、殉死だぜ。君主の死に際し家臣も死ぬことだぜ。66人もの人間が殉死したというぜ。殉死は人的資源の究極の無駄遣いだぜ。秦で初めて殉死が行われたのは武功の時だという。悪しき前例を作ってしまったと言わざるを得ないぜ。さて、武功の次の進行で今日の進行紹介は終わりだぜ。それが徳光だ。徳光は武功の異母弟だった。徳光の時代で重要なことは一つだけだ。それは、都を養生に移したことだぜ。この養生、単に養とも言う、は300年近く都として使われるんだぜ。秦の都として最も長く使用されたのがこの養生だ。養生はもともと州の中心地で、経済や文化が発達していて、地形的にも開けた場所にあった。養生はこれまでの秦の都城のような守りに堅い要衝ではなく、東に開けた、東方進出のためにうってつけの都だったぜ。都の位置はちょっと西へ移動したけど、東方を目指すためならいいわ。養生の落成式は非常に盛大に行われ、天帝を祀って国の前途を占った。占いの結果は、秦は養生に都を置けば、子孫は黄河のほとりで馬を放牧できる。つまり秦の勢力は将来、黄河一帯まで達する、という意味だぜ。秦はこの地を拠点に、中原の覇権をめぐる戦いに乗り出したのだぜ。さあ、東方へ向かうのよ秦。といったところで今回の秦の動向については終わりだぜ。はい。文公、寧公、出師、武公、徳公、と。今回は秦という国家が銃を撃って領土を広げたり、都を東進させて州の丘陵を抑えていったりする話だった。だが、まだ他の諸侯とはあまり関わりがない時代でもある。徳公の次の代から諸侯との関わりが増えてくる。次はそのあたりのことを話していくぜ。さて秦の君主を5代、前760年から前676年まで、見てきたところで、一旦視点を東州の周辺に移そう。紀元前707年、秦では平陽に都を移した寧光の時代、儒活という地で戦いが行われたぜ。東州、郭、蔡、英、秦の東州を中心にした5カ国連合と、帝との戦いだったぜ。ああ、5対1の上に帝は包囲されてるやんけ。こんなん、結果は火を見るより明らかですわ。まずは、どのように戦いに至ったかについて話そう。連合軍と戦うことになってしまった帝だが、この国の始まりは、青州の九代目、戦王の弟が後継の近くに報じられてできたのだぜ。帝はかなり新しい諸侯なんだぜ。しかも血縁が結構州王室に近い、戦王の次の代、幽王で青州は滅び、都を落雄に移すことになる。この時、幽王を守って共に戦死したのが初代帝皇だった。甥っ子の関係だった幽王のために戦ったのだぜ。帝、忠義の国やんけ。幽王のために戦った功績で、帝皇は州の継嗣として取り立てられた。帝皇は州王室の執政の地位を手に入れたんだぜ。だが州の14代目、東州に移ってからは2代目の州の漢王の時、漢王は継嗣を続けてきた帝皇の権力を警戒し、帝皇を遠ざけた。代わりに郭公を徴用したのだぜ。継嗣を首にされた時の帝皇は曹公という、これ以降、州と帝の関係は急速に悪化していき、曹公はついに落雄へ行って政治に参加することをやめた。その上、州の領地の麦を無断で刈り取った。
これに激怒した漢王は州を中心にした諸国連合を結成し、交流しつつあった帝に打撃を与えようとしたのだ。連合軍は儒活の地に集結、漢王自らが連合軍を率いた。昔はあんなに仲の良かった州と帝が、戦端は開かれた。帝の装甲は5カ国連合を破り、州の漢王は敗れて肩を負傷した。決着つくの早。戦闘の様子が記録されていないんだもの。仕方ないぜ。漢王の申請は失敗し、これ以降、州が諸侯を召集して戦うことはなかった。州の軍事的名士としての地位はこれで完全に地に落ちたぜ。かつて州王を守るために侯が戦死した帝によって、州の軍事的権威にとどめが刺された。なんとも皮肉な結果だぜ。この戦いに勝利した曹公は後の世では、小覇、と呼ばれ、春秋の覇者の先駆け的存在として語られるようになったぜ。その帝も後継者争いで次第に力を失っていくが、これはまた別のお話だぜ。儒活の戦いによって州が諸侯の名士となることはなくなった。では、今後は、一体誰が諸侯をリードしていくのか。それが、覇者、だぜ。覇者というのは州王に代わって、改名の司祭や諸侯間の仲裁、外敵を追い払う存在だぜ。幕末で使われた尊王攘夷という言葉はもともと、春秋の覇者の役割を表した言葉だぜ。春秋時代はこれより、覇者の登場する時代となっていくぜ。といったところで、今回の話は終わりだ。神は内を固め東を目指し、天下は覇者の時代の到来が迫る。大乱闘春秋ブラザーズの手前で今回は終わるぜ。西暦にして、紀元前750から680年頃のことだ。この時代にはこんなことがありました。今回の動画は以上だぜ。ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、いただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。バイ。